チョリータまたは、チョラとは、主に、ボリビアやペルーで、先住民の血を受け継ぐ、人々のうち、女性を指す言葉、あるいはその民族衣装を身にまとった女性を指す言葉で、ある。敷字教育を受けるチョリータたちボリビアやペルーでは、ケチュアなど先住民のインディオ及び、スペイン人とインディオの根血のうちインディオの特徴を、強く持っている人たちのことを一般に、チョロと呼ぶが、 チョリータはこの単語の女性系、チョラに相性を示す語尾板タを付けたもので、一般的には先住民の血を引く若い女性を意味する語である。チョラ及びチョリータを特徴付けるポイントは、日本の和服同様に民族衣装で、帽子と髪型と服装である。帽子は、いわゆる山工房で、出身地によって色や形などが少しずつ異なる。 ラッパスなどのアンデス地域では黒や茶色で丸みを帯びた帽子であることが多い。コチャバンバやタリハなどのバジェ地域では白などの明るい色でかどわった形であることが多い。髪型は長い三つ編みである。腰までの長さの三つ編みを2本下げていることが多い。地毛が短い人はつけ毛をすることもある。先に黒の毛糸で作ったボンボリ状の飾りをつける人もいる。 服装はポリエラと呼ばれるヒダが多く裾の広がったスカートである。色や形などは出身地によって異なる。一般に寒冷なアンデス地域では長く温暖なアマゾン地域では短い。寒冷な地域では羊毛やアルパカの毛などで作ったショールを肩にかける人が多い。これらはスペイン統治時代の名残を残す伝統的な衣装とされ、一説によると スペイン人の目かけとなった人たちが当時のスペイン女性の格好を真似たことに端を発するという。しかし、これらは基本的に和服を着た日本人女性に近いイメージのものであり、都市部に住む先住民系の女性を中心に必ずしも当てはまらないことが多い。チョリータという呼び名は先住民系の住民が大半を占めるペルーやボリビアでは日本でいうところの 娘やお嬢さんに近い意味合いで用いられる語であるが、歴史的な経緯等もあり、ちょろ、ちょらと共に、無別的な意味を持つことがあるので注意が必要である。しかし、チョリータは、愛称系であることと、自分がチョリータであることに誇りを持つ女性が多いことから、文脈に気をつければ日常会話で用いても差し障ることは、あまりない。ただし、外国人は用いない方が無難である。 在ボリビアの日本人が日本語で話す場合には敬意を込めてチョリータさんとさん付けで呼ぶことが多い。現在ではチョリータは田舎の貧しい娘であるという印象で捉えられることがあり、都市部に住む女性は母親がチョラであっても典型的なチョリーートの格好をすることを嫌がることがある。しかし一方では農村部の出身、先住民の出身であることに誇りを持ち、 カくなナに伝統的な格好を守る女性も多くいる。チョリータの誇りを示し、チョリータのコミュニティの幸福を守るための活動として、民族衣装を身にまとって、プロレスを行う女性もボリビアに存在する。ありがとうございます。